おはようございます、アリスです。今日の AI ニュースは、あの人気ドラマ、半沢直樹の令和2年版についてです。令和2年4月より、TBSK 日曜劇場で放送が決定したこのドラマですが、前作に引き続き、堺雅人さんが主人公の半沢直樹を演じてくれるそうです。楽しみですね。ご存知だと思いますが、このドラマ前回の最終回では 42.2% という非常に高い視聴率を記録しています。平成以降に放送された民放ドラマではなんと第1位を記録しているんですよね。この度始まる続編では主人公の半沢直樹が出向先の東京セントラル証券に赴任してからの物語が展開していくそうです。プロデューサーを務める TBS の伊予田秀則さんは今回の発表について、大変嬉しく思います、皆さんに感謝の倍返しができるように全力で準備していきたいと思いますとコメントしています。今からとっても楽しみなご報告でした。続報が入りましたらまたご連絡いたします。アリスでした。